はい、夏物糸です。はい、皆さんおはようございます。セノンです。はい、今日も元気に編んでいきましょう。ですね、今撮影を始めているんですが、始める前ですね、もうかれこれ 2,3 時間ですね、かれこれ 2,3 時間ですね、一切起きてこなかったね、起きてこなかったお猫様、私が撮影始めた瞬間にですね、出番ですかって出番ですかってやってまいりました。かわいいんですけれども、出番とちょっと違うじゃあこれをあげるよ、君に預けとこう、一玉。どうだこれを。はい、お猫様の糸チェック入りました。はい、やっていきましょう。ですね、実は先日、ほんとね、久しぶりなんですけれども、ダイソーさんに行くことがありまして、でテープの方見てまいりました。そしたらね、このね、ラダーテープヤーンっていうね、ちょっとさらっとして、ほんと綿っぽいんですけど、綿じゃなくって、アクリル 70%、ナイロン 30% って感じなんですけど、でも見た目がほんと、さらしっていうか、本当にさらっとしてて、夏の糸、さあこれこそ夏の糸ですよって感じに思えまして、でこれでストール作ったらいいかなってちょっとイメージが湧きましたので買ってまいりました。全部でね5玉買ってきたんですけれども、まあこれ今日はこのダイソーさんの糸使ってのストール作りを始めたいかなと思います。何回でできるかな？ストールってね、物が長いので、私のこの秋っぽい私のこの性格で、最後までなかなか編み切るのが大変なんですけれど、まあやっていきましょう。で、さっきからすっごい考えて、いや、どうする、ああする、こうする、こうするって、ぐちゃ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 って考えたんですけど、なんとなく今回のイメージが、まあ、固まってまいりまして、今回のイメージは楕円のモチーフですね。楕円のモチーフを作って、それをこう縦につなげていって、つなげていったら、まあストールになるかな。私、三角ストールがどうしても編めなくて、なんちゅうの、終わりに近づくに従ってどんどん目数増えていくのがどうにもこうにも、耐えられないんですよ。最後までいけないので、どちらかというと、本当はマフラーみたいに、長方形的な形が一番編めるんですけれど、まあ、それの、まあ、先にこの楕円のモチーフを、こう、個別にね、編んで、それをつなげながら、まあ、モチーフつなぎですね。ただ、丸、普通のまん丸の円のつなげての、まあマフラーとかは経験あるんですけれど、そういえば楕円ってつなげたことないなってふと思いまして、じゃあちょっと楕円つなげてやってみようかなということで、今回は楕円をつなげましょうというわけで、本日は楕円、どんな楕円よっていうのを考えていこうかなと思います。もうぐちゃぐちゃで何やってるかわかんないですよね。これ私の頭の中をどう出すかっていうのをやってるだけなので、全くこれに、なんちゅうの、重要な情報が入っておりません。で、まあ、楕円を作るにあたって、楕円って一番最初、はい。はいはい。楕円って一番最初、鎖編みから編んでこうね、ぐるっと編んでいくんですけど、はい。片手で猫を撫でながらというか、お尻、猫のね、猫ってお尻のね、上の方叩かれるの大好きなので、トントンしていますけれども、片手で猫を叩きながら撮影をするというスタイルになっております。ただいま、超デレモードに入っております。なんで？なんで？いつもすっごい塩倒ようなのに、なんで？撮影の時だけデレトですっごいデレモードに入ります。はい。で、楕円っていうのは、丸ですね。丸を半分にえいって切って、真ん中この中に造形のない、丸じゃない、もう本当は平べったいものを入れた形なので、最初、ここ、鎖編みからスタートするんですよ。大概は。
ただ私鎖編みを拾うのがすごく苦手というか、なんかね細かいものの目を拾うのがねだんだん疲れてくるお年頃でして、なので、はい、例のごとく鎖編み長編みみたいなね、こうちょっと、はい、いつもの空間を作る方法でちょっと編もうかなと思って今3つほど編んでみました。でこの糸、夏糸です。もう本当にさらっとしてるしペーペー編んだしということで、あんまり目を冷たくないんですね。もう詰まった感じのものにしたくないので、はい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 、撫でておりますよ。大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、ちゃんと撫でてますよ、ちゃんと撫でてますよ。はい。で、あんまりね、なんちゅう、細かい目の編みにしたくないので、ほぼほぼ中長編みとか細編みは使わず、どちらかというと、鎖編みと、あとね、長々編みとか、三つ巻き長編みとか、ちょっと編みの長さがあるものですね。目の長さが長いものを使って、で編んでいこうかなと思います。はい、というわけで今回もこれ実はですね、いつもはね鎖編み3目プラス長編みとかで編んでるんですけれども、今回は鎖編み4目プラス長々編みですね、長々編みで作っていこうかなと思います。はい、やっていきましょう。はい、で一応使用かぎ針が7号ですね。かぎ針7号って書いてますので、7号針で編んでいこうと思います。はい。これね、テープやん、ほんとテープですよね。で、ほんと軽めに。目を詰めないように、鎖編み4目編んで、はい、2つかけて、で、1目目の上半目と、わー。はい、上半目と裏山拾って、はい、長々編みをしていきます。うん。6個ぐらいにしましょうか。で、ここから、そうですね、ここからなんですけど、だいたいこう、鎖編み。まあ、鎖編み使うときに細編み使うかもしれないけど、基本的にあんまり、こう、長々編みでいこうかな。鎖4目で立ち上がってかな。すごい今日はね、だらけてます。本日は本当にだらっと、もう本当編み方も何も考えてないので、考えながらなので、いつもはもう頭の中で大概組み立てて編み始めるんですけど、今回全然組み上がっておりませんので、すっごい遅いかもしれない。とりあえず鎖4目&長々編み。で、鎖編みを3目かな？鎖編み3目して、隣のところに長々編みしようかな。結構ね、ビヨーンって伸びます。こうビヨンビヨン。で、戻ってくるし、うん、まあまあ。か、もしくは長々編みじゃなくて、ちょっと待ってね。このビヨンビヨン号、ビヨンビヨン号って、このテープをね、活かしたいかなと思うんで、鎖4目で立ち上がったら、引っ掛けて、持ってきて、超長い、中長編みにしようかな。で、鎖3目編んで、で、隣も持ってきて、超長い、ぐいっと。鎖4目分、長々編み分ぐらいの長さまで持ってきての、よいしょ、中長編み。とかにしちゃった方がいいかな。なんかこのざっくり感がいいかもしれない。鎖3目編んで、はい、次の目のとこも、ぐいっと持ってきて。ちょっとこう、たるんでるかなぐらいでもいいぐらいなんじゃないかなと。はい。
結構緩めに中長めですね。テープヤンらしさがちょっと出てるかなと思います。で、この端っこ、端ですね。端なんですけど、端はちょっと今鎖編み一つかなして、端は普通にちょっと長々編みに。長々編みをしまして、鎖編み一つしては、長々編みと。鎖編み一つしては長々編み。ちょっとこのね接続がかかってくるので、ちょっと目を細かくしようかな。今ここ長々編み4つ入りましたね。4つ入ってきて、もう1個あった方がいいかな。5目ぐらいあった方がいいかな。はい。で、鎖編み一つして、今度反対側なので、反対側もぐいーっと持ってきて、大きく中長編み。で、鎖3目編んで、はい、反対側持ってきて、ぐいーっと持ってきて、中長編みしようかな。大きく大きくいきましょう。で、鎖3目編んで、よいしょ。はい。中長編み。そして、鎖編み一つして、中に長々編みですね。長々編みが5個入るようになんですけど、もうすでに立ち上がりがありますので、鎖編み一つして、じゃあこちら側からは、長々編みが4つ入るように編めば OK。はい、これで1段目終了でございます。このぐらいスッカスカでいいんじゃないかなと。で、結構な大きさですよ。大きさ的にも。もうこれで結構な大きさ。で、あ、はいはい。今編んでるこの糸を狙っております。今下の方で狙ってる。はい。で、2段目、3段目、3段目ぐらいでもう十分な大きさになると思いますので、なので、2段目で3段目編むときですね。1枚目編みます。で、2枚目の3段目を編むときにつなげていくって形にしようかな。じゃあ2段目。2段目編んでいきましょう。2段目は今度逆向きです。くるりんして逆向きにします。はい、まずくるりん。はい、くるりんでして、この横の鎖編みですね。鎖編みをスタートにするために引き抜き編みします。で、ここから、はい、1、2、3、4つ編んで、もう一目かな ?5 目ですね。全部で5目編んで、同じところに、よいしょ、長々編みします。鎖編み一つして、その隣ですね。隣の鎖編みのとこに長々編み。はい、鎖編み一つして。で、この隣のところに、よいしょ、長々編み。で、鎖編み一つして。はい、この隣の鎖編みのところは長々編みが2つ入るようにしようかな。鎖編み一つして、もう同じとこにもう1個。よいしょ。ここからまたね、この隣の鎖編みのところ、ぐいーっと持ってきての、よいしょ、中長編み。鎖編みを3つしてのこの間にぐいーっとちょちょちょはいぐいーっとねぐいーっと持ってきて中長編みって感じで、こっちはね長々編みとかで編んでるのでちょっとしっかりめなんですけど、こっちの
グイッと持ってきてをやってるのですごいふわふわしております。はい、端っこまで編んできました。で、ここから鎖編み一つして、はい、隣の鎖編みのとこに長編み、あ、長長編みですね、長長編みが2つ入るように、はい、で隣は1つで、隣も1つ、で、隣は2つ、はい、で、次ですね、よいしょ、鎖編み一つしたら次のところはぐいっと持ってきて中長編み、鎖編み三つ、はい、ぐいっと持ってきて中長編み、はい、最後の方にやってきまして、ぐいっと持ってきて中長編み終わりました。で、鎖編み一つして、ここですね、最初の4目、1、2、3、4目目のところ拾って引き抜き編みして終了でございます。はい、これで2段目編みました。もうリボン状なのでひらひらしてて OK だと思います。で、また3段目ですね。3段目は、はい、3段目くるりんして、またこの鎖編みのところに持ってきましょうか。鎖編みスタートにしましょう。もう3段目では結構いいと思うんだよな。はい、またくるりんして、3段目入るときにくるりんしてきて、引き抜き編みして、この隣のね、鎖編みのところをスタートにします。で、ここで鎖編み2つかな、もう本当に、はーい、中長編みのちゃんとした高さにしまして、で、ここからそうです、鎖3目かな、鎖編み3目編んで、ここで中長編みの2回かな、2回、よいしょ、中長編み2目の玉編みしちゃいますか。で、鎖3目編んで、ここも中長編み2目の、よいしょ、玉編み、ちょっとボリュームを出しますか。1、2、3目編んで、中長編み2目の玉編み、ここの玉編みはこっちほど長く作ってません。ちょっと短め、普通の長さというかにしてあります。はい、端っこまで来ました。で、ここからさらにですね、また鎖3目編んで、もう周りは全部中長編み2目にしようかな、中長編み2目の玉編みにしようかなと思います。鎖3目編んで、はい、その、よいしょ、玉編み、鎖3目編んで玉編み、もうひたすら鎖編み3目と中長編み2目の玉編みでぐるっと回ってくって感じですね。1枚1枚はだから簡単にしたい。だからこれを、まあ下手したら10枚ぐらい作んなきゃいけないので、ぼーっとしてても編めそうなぐらいの、そんなレベルのものにしたい。はい、鎖最後まで来ましたので、鎖編み3目編んだら、一番最初、これね、間違えたね、ここも玉編みにすればよかったねと思うので、まあやるときは、次ね、2枚目やるときはここ玉編みにしましょうということで、はい、2目目ですね、2目目を引き抜き編みして、はい、これで、まあ、3段今編んできましたけれども、これでだいたいモチーフ1枚目ということで、これをこうどんどんつなげていって、で、最終的に、あ、この長さまでねっていう長さになったら、周りをぐるーっと一周して、一周編んできて終わろうと思ってますので、だいたいこの幅
今ですね、だいたい10センチ歩かないかぐらい、9センチぐらいかな、9センチぐらいなんですけど、そこにもう一段来ると思うと、まあ10センチちょっとぐらいの幅、まあ、ちょっと細めですね。で、細いなと思ったら、このね、ぐるっと回るのを、ちょっと多めにね、1段、2段やると結構幅は出ると思いますので、これをやっていこうと思います。で、次回は2枚目編んで途中でここつなげていってっていうやつかな。うん、そんな感じでやっていこうと思います。ポイントとしてはここね、長い中長編みなの。長い中長編みなので、スカスカだし伸びるし、目はあんま詰まってないしっていう状態でございます。はい、編み図書いていきましょう。忘れないうちに。はい、簡単ではございますが、編み図を書いてきました。一番最初ですね、鎖編み4目&長々編みです。鎖編み長々編み、鎖編み4目&長々編みで、これを1、2、3、4、5、6個。6個作って、まあ、最初のね、台の鎖編みの代わりとしました。で、ここから鎖編み4目で、プラス1目ですね、本当は鎖編み5目で立ち上がって、で、この輪の中に長い中長編み、ぐいーっと引っ張ってきて、長さのある中長編みですね。長さのある中長編みを編んで、鎖3目して、長さのある中長編みを編んでっていうのをやっていきます。で、端っこ、このぐるっと回るところですね。ここは、鎖編み1つ編んで、長々編みです。長々編みが全部で5個入るように編みます。で、ここからまた足の長い、ね、背の高い中長編みを編んで鎖3目、背の高い中長編みを編んで鎖3目をずっとやっていって、またこっちの端っこには長々編みが5個入るように編むっていうので1段です。で、ポイントとしましてもこっち進んでます。で、次ですね、次はくるりんして逆に進みます。反対回り。ね、くるりんして反対回りします。で、鎖4目編んで、プラス鎖1目編んで、この鎖編みのところを全部拾って編んでいきますので、こうくるりんして引き抜き編みをしてスタートをこっちに持ってきます。で、そこから鎖編み5目編んで、同じところに長々編み。鎖編み一つして次のところに長々編み一つ、鎖編み一つして次の鎖編みのところに長々編み一つ、鎖編み一つして次の長々編み、次の鎖編みのところに長々編みが2つ入るように、長々編み鎖編み一つ長々編みで、ここからまた鎖編み一つしたら、今度ここはもう長々編み地帯終わりましたので、ここからまた足の長い中長編み、鎖3目、足の長い中長編みと、このまっすぐな部分は足の長い中長編みと鎖3目で編んでいく。で、このぐるっとね、回るところに来たら、鎖編み一つして、はい、この端っこですね、端っこの鎖編みのところには長々編みが2本入るように編んで、で、この真ん中の2つのところには1本ずつ。2本編んで1本編んで1本編んで2本編むっていう形の、まあ、楕円のね、回るところにします。で、またまっすぐなところには足の長い中長編みと鎖3目を編んでいく。で、ここまで来ました。で、足の長い中長編み編んで鎖編み1つして終わりました。そしたらですね、また今度また逆方向にまたくるりんして鎖編みのところにスタートを持ってきます。で、ここからちょっとね、あの編みのところでは失敗してるんですけれども、鎖編み1目中長編みのでこうそれを全部合わせると中長編み2目の玉編みに見えると思います。中長編み2目の玉編み編んで鎖3目編んで中長編み2目の玉編み編んでと、全部のこう間ですね、目と目の間の鎖編み部分には中長編み2目の玉編みが入るように、1個ずつ入るように、で、玉編みと玉編みの間は全部です。この回るところも全部鎖3目です。鎖3目にしてぐるっと編んできていますよということで、はい、これで
あ、ほぼほぼ実物大みたいな水ですけど、ここのグイッと持ってきて中長編っていうやつをちゃんとグイッと持ってこないと、ここだけちょっとキュキュッと、キュキュッと潰れてしまいますので、そこだけ注意で。はい。あとはね、大丈夫だと思います。もう簡単な編みでございます。これをちょっと次回もう一枚編んで、つなげて、実際つなげていこうかなと思います。まあ、往復編みしてますので、どっちが表になっても大丈夫っていう感じの編み地になっているかと思います。はい。というわけで、初めてじゃないかな。楕円をつなげてストール作ろうかなっていう、私の、こう、考えで始めましたけれども、一体この楕円を何枚作ればいいのかっていうのもまだ分かっておりません。とりあえず1枚編んで、これ2枚目も編めるかな。一玉で何枚編めるかですよね。それによって、こう、長さがどんどん変わってくる。一応5玉しか買ってきてないので、5玉の中で収まるようなものにしたいかなと思っております。はい、それではまた次回。次回も楽しくこの続き編んでいきましょう。それではまた。じゃっ